さあではアチの分岐からキープアウトの加納くんに飛べるようにいきましょうか。あこれやこれ。もう選択肢からなんで、あれじゃあこれ選べんじゃね？バッドエンド行こうか。バッドエンド行こう。あ、選べねえ。選ばせろ。ダメでした。とりあえずこのゴミ捨てるか。近くにゴミ箱がないか探した。絶対に選ばせてくんねえな。ん？女の子に男が近づいてきた。黒い服を着た外国人だ。何やら女の子と会話をしている。外国人の言葉に女の子は小さくうなずいていた。彼氏って感じじゃねえよな。後ろ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 。アチは女の子の様子を気にかけた。女の子がアタッシュケースを外国人に手渡した。外国人はアタッシュケースを右手に持ち、足早に歩いていく。うわっ！それをきっかけにするかのように、近くにいたホームレス風の男がアチを突き飛ばして走り出した。ホームレス風の男、ホームレス風の男、渋谷署の刑事である笹山雄二。張り込みの際には決まって妙な変装をしてくるので、コスプレデカの異名を持つ。加納信也とコンビを組み、誘拐事件の捜査に当たっている。その隣に並んで走るスーツ姿の若い男。あ、来た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 。文章の中に赤色になっている文字があります。赤色の文字は他の主人公の物語へジャンプするための重要なキーワードです。ジャンプすることで他の主人公の特定の地点に移動することができます。また他の主人公のキーパートを解除し、その先が読み進められるようになることもあります。赤い文字を見つけたら X でラインを引き A を押してみてください。現在進行中の主人公から他の主人公へジャンプするためのウィンドウが表示されます。そこで A を押すと他の主人公の物語のキープアウトの続きへジャンプすることができます。やってみてください。X を押して A、こういうことや。この画面からジャンプすることで他の主人公のキープアウトの先を読み進めることができます。A で決定し、加納の物語へジャンプしてみましょう。行きましょうか。ジャンプ。わあ、演出やっぱいいな。行くぞ加納。はい。加納と笹山が転がるように駆け出す。やりました。ジャンプ成功です。ガイド君喜んでるやん。428では誰かがキーパーアウトになって別の誰かからジャンプすることがよくあります。キーパーと解除は赤いキーワードでジャンプ。これ重要です。この後しばらくガイドはありません。行き詰まったら主人公を切り替えたり違う選択肢を選んだりしてみましょう。タイムチャートとメインメニューが使えるようになりました。メインメニューでは操作方法の説明や環境設定の変更などができます。タイムチャートはメインメニュー、Y、メインメニューは Start か分かるんけど、でそれぞれ開くことができます。まあ続き読みましょうか。ところが次の瞬間、思わぬ事態が起こった。アタッシュケースを抱えた外国人が突然向きを変え、加納たちに向かって走ってきたのである。これ止まったんだよね。え？一瞬ひるんで立ち止まりかけたが、気合を入れ直して走り出す。あ？バナナの皮？変装用の伊達メガネを外し、一直線に犯人へと向かった。
歩行者信号が赤に変わり、人の流れが止まる。同時に車が一斉に動き出す。絶対に逃げようがない。その場にいる刑事たちが、たちの誰もが思っていた。そこに油断があった。外国人はためらうことなく交差点に飛び込んでいった。自殺行為とも思えるような行動に、生え抜きである刑事たちの足も止まった。同じように交差点に突入したのは、可能だけだった。バカ可能、無茶するな。背中越しに笹山の声が聞こえたが、可能の足はもう止まらなかった。怒声とクラクションを背中に浴びながら、可能は外国人に迫っていく。もう一声だ。もう一息だ。もう一息でタックルの前に入る。可能は姿勢を前かがみにすると、前傾か、前傾にすると、外国人の足に狙いを定めた。そして今まさにタックルで飛びかからんとする瞬間だった。待って、カノ、確保しちゃダメ。イヤホンからクズの声が響いた。え？意味不明な命令に自分の耳を疑った。しばらく泳がせて、本星は別にいるわ。本星、事件の犯人のことを星と言い、中でも主犯格の人物のことを本星という。読み方は本星。今更何を言ってるんだ。現場にやってきた人物は即座に確保する。それが捜査本部の方針ではなかったのか。おそらく、外国人の尾行を続行。鑑識班は写真の照合を急いで。補足班。犯人の補足を専従にする班。誘拐事件など現在進行の事件の場合、捜査陣は役割を細かく分担し、事態の推移に合わせた行動が求められる。突入や犯人確保などは、警視庁捜査一課の生え抜き捜査員が担当するのが一般的らしい。のと、鑑識班。鑑識班はわかるよね。警視庁から派遣された鑑識課員などで構成されている班。指紋の採集や、照合、被疑者写真の分析などの鑑識作業を担当すると。仮にこの外国人が雇われているだけだとしても、刑事が張り込んでいたのは犯人にバレてしまった。すぐに確保して犯人の情報を聞き出さねば、人質の安否が危ぶまれる。カノはデカ魂メモの言葉を思い出した。デカの心得その12。常に最悪の状況を想定して行動せよ。クゼが犯人を泳がせろと言えるのは、捜査陣の配置に自信があるからなのだろう。しかしもし、犯人が捜査門を突破して身代金を入手する方法を用意してたや、していたら、どうする?追うべきか、それとも追わざるべきか。ああ、このまま泳がせるのはリスクが高すぎる。追って捕まえるしかない。いや、追跡は他の捜査員に任せて、自分は別のことをやるべきだ。バッドエンド、どっちになる?あ、でも上の話を無視するってな。困る。投げちゃうか。いや、追うか。追いましょう。ここは加納くん的に追う。追います。このまま泳がせるのはリスクが高すぎる。追って捕まえるしかない。外国人は細い路地に逃げ込んだ。見逃さないように、可能も後を。入り組んだ路地を迷うことなく走り抜ける。どうやら渋谷の街をよく把握しているようだ。大沢瞳がさらわれたわ。
無線から久世の切羽詰まった声が聞こえてきた。犯人は男、銃を携帯しているもんよ。目地通り方面に逃走中。予期せぬ久世の言葉にカノンは耳を疑った。瞳がさらわれた。マリを誘拐したのと同じ犯人なのだろうか。しかしなぜ警察の目が瞳から離れる時を狙ったようでもあった。何か不穏なものを感じる。一体何が起きてるんだ。やがて見えてきた先で道が二手に分かれていた。アタッシュケースを持った外国人は左の方へと走っていく。人目をさらった犯人が明治通り方面に逃げているなら、この辺りの路地に逃げ込んでくる可能性は高い。え、その後ろの人誰？カノはとっさに判断して、背後の刑事に外国人が向かった方向を教えた。あ、刑事かこれ。刑事はまっすぐ外国人が逃げた方向へ走った。そして自分は、細い路地へと進む。しばらくあたりの路地を走り回っていると、数十メートル先の十字路をさっきとは別の外国人が横切っていった。おや？同じように黒い服を着ている。クゼの言う通り犯人は単独犯ではなかったようだ。ないようだ。だがおかしい。あの外国人のそばに瞳はいない。さらわれた瞳はどこに行ったのだ。十字路を曲がった途端、カノーは足を止めた。目の前に銃を持った外国人が立っていた。カノーが行動を起こすより早く、外国人はいきなり発砲した。あ、全身が、燃えるように熱かった。地面に接する頬と手のひらだけがひんやりと冷たい。何もできなかった。ただ去りゆく男の後ろ姿を見つめることしかできなかった。おお、死んだよ。死んだよ。死にましたけど。え、ヒント。瞳をさらった犯人を追うべく路地に入り込んだカノーは別の外国人と遭遇し、運悪く撃たれてしまった。犯人が瞳に接近できなければ彼女が連れ去られることはなかったはずだ。アチの10時35分の何事だの選択肢で瞳に話しかけるように行動を変えてみよう。あは？でもバッとやったね。あ、でもアチが関わってるっぽいね。で、バッとやったやん。これ逆にでもさ、ここの選択肢をさ、追わないにしたらどうなんやろ？先にそっち試していいですか？どうする？追わないにしてみる。いや、追跡は他の捜査員に任せて、自分は別のことをやるべきだ。後続の刑事に外国人が逃げた方向を伝え、カノーは追跡を打ち切った。こうしたらどうなる？至近距離まで迫った自分はすでに犯人に面が割れてしまっている。クゼの命令通り犯人を泳がすのであれば、自分は後方に回るべきだろう。カノーがそう思った時だった。おさ、瞳がさらわれたわ。え？結局、無線からクゼの切羽詰まった声が聞こえてきた。あー、これもしかしてこのまま同じか？え？あー、同じだな。カノは瞳をさらった男を探すことにした。ね、可能性高い。あ、同じですね。同じですな。この駅と多分、あ、死んだ。このルートに行き着くんだ。だから、もう根本的に、可能が追う追わないではなくて、
アチに選択肢を、アチの選択肢を変えるしかないんだ。だ彼は、おおがおうまいがこうなるわけ。うわ、それをきっかけにするかのように、近くにいたホームレス風の男がアチを突き飛ばして走り出した。その隣に並んで走るスーツ姿の若い男、ここからジャンプしたわけですよね。さらにあちこちで数人の男たちが駆け出す。1人、2人、3人、4人、5人、10人以上はいる。なんだなんだ、何事だ。あのアタッシュケースを追っているのか。すぐに男たちは人混みに紛れてしまった。あれだけの人数で追いかければすぐに外国人は捕まってしまうだろう。そうだ、あの女の子。アチが振り返ると女の子はまだその場にいた。心配そうな顔をしながら外国人が消えた方向を見つめている。ああね、何やら物騒な雰囲気がする、話しかけて事情でも聞いてみようかって、一緒にいることによって加納くんは OK。どうせ映画かドラマのロケだろう、気にすることはない。これもしかしたらあっち側もバッドエンドいけるんじゃねえか。どうせ映画かドラマのロケだろう、気にすることはない。多分あれだ、誘拐事件かなんかのドラマで、あの女の子は身の代金を渡す役だな。んでどっかにイケメンの刑事役とかもいるね、絶対。アチはそう結論付けて女の子から視線を外した。空を見上げると薄い雲がゆったりと流れ、吹き抜ける風が気持ちいい。気分よくなりながら辺りのゴミを拾い、今日はどこをどう回ろうかと思いを巡らす。と、何かが破裂したような音がして、にわかに交差点のあたりが騒がしくなった。ん？バンクか？その音をきっかけにして何人かの集団が走り出したようだった。映画だかドラマの撮影がアクションシーンにでも入ったのだろう。少し気にはなったが、アチは振り返ることなく交差点から離れるように歩き始めた。今日はちょっと足を伸ばして四ツ谷あたりまで行ってみようか。四ツ谷、東京都新宿区の南東にある地域、渋谷駅から北東方向へ約4キロ離れた場所に位置する。ちなみに渋谷を数字のみで書き表すと428となるが、四ツ谷もまた428。さらに4月28日は渋谷の日であり、四ツ谷の日であり、シニアの日でもあったりする。なんやそりゃ。そんなことを考えつつ、アチはご機嫌な気分でゴミを拾い続けた。まあそうだよね、バッドエンドだよね。ゴミ拾いを続ける。ヒント、ハチ公前で行われている光景をドラマか映画の撮影だろうと思い、ゴミ拾いを再開したアチ。平和な一日を過ごすことができそうで、それはそれで良かったのかもしれないか。実は彼女は今大変なことに巻き込まれつつあるのだ。放っておくわけにはいかない。もう一度すぐ手前の選択肢を選び直そう。それはそうですよ。これさ、でもさ、いい加減この女の子に近づくでさ、絵選べたりしないの？あ、選べた。あんなもの持たせては女の子を待たせるんじゃねえよ。アチは代わりに持ってやろうと思った。女の子は手が痛むのか時折片手に持ち替えたりしながらも、地面に置こうとはしない。それほど大事なものなのだろうか。見も知らぬ待ち合わせ相手に腹を立てながら、アチは女の子に近づいた。俺があんただったら、
待たせた野郎はぶん殴るね。え？持っててやるよ。重いんだろ。女の子は目を丸くしてじっと蜂を見つめる。いいから遠慮すんなって。無言のまま見つめられていたアーチが照れ隠しのように乱暴にアタッシュケースに手を伸ばした。と周囲から一斉に数人の男が飛びかかってきた。ちょっと待って、ちょっと。これ、わ、なんだよ。超おもろいな。一瞬何が起こったのか分からず、アーチは動きを止めた。わあ、なすすべもなく、地面に押しつぶされて身動きが取れなくなる。男たちは何やらわめいているようだったが、アチは何を言っているのかわからなかった。アチが暴れれば暴れるほどに、押さえつける力は強まる。なんだってんだよ。話は書で聞かせてもらう。隣にぴったりと張り付いているスーツ姿の男が、警察手帳を見せた。警察手帳。これね、バッドエンドとかにも、バッドエンドにも、こう、ティップスが出るんで、見たいんだよね。そういうのもあって、バッドエンドを回収してしまう。警察職員の身分を証明するもの。旧警察手帳は身分証明の他に、実際に記入可能な手帳としての機能があったが、現在は FBI 捜査官が持つバッジケースのような身分証明と記章のみのデザインとなっている。意味わかんねえ。俺が何したってんだよ。パトカーの後部座席に押し込まれたアーチは、無然としながら窓の外に目をやった。これ無然かな？すでに女の子はアタッシュケースを持っておらず、待ち合わせの相手なのか杖をついた男と話しているようだった。やっぱり。あれ、まもなく車が交差点を曲がってしまうと、二人の姿は見えなくなった。アチはふてくされた表情でシートに体を沈めた。活動につながるかな。数時間が経った。延々と取り調べを受けた結果、無関係ということが分かり、迎えに来た父親の大輔と共に帰ることとなった。アチは久々の外の空気を思い切り吸い込み、伸びをする。息子が留置場に入るという不名誉な事件の後の割に、父の大輔は、やけに上機嫌だった。アチ、話したいことがあるんだ。電気屋告げって話なら勘弁な。そんなことじゃない。とりあえず家に帰ろう。ええ。今日はもう外に出るつもりねえし。んだ、何の話よ。いいニュースがあるんだ。お前もきっと喜ぶぞ。なんか気持ち悪いな。突然再婚するとか言わないでくれよ。気持ち悪いよ、通り越して不気味だぞ、親父。そんな会話をしながら、二人は家路に着いた。何？警察に逮捕される。親切心でアタッシュケースを持ってあげようとしたのに、なぜか突然警察が現れ、何時間も拘束されてしまった。彼女を心配するのはいいが、少しタイミングが悪かったようだ。まずは手に持っているゴミを始末し、様子を見た方がいいだろう。あっちの10時30分の選択肢を選び直してみよう。ってなると、ほら、カノもバッドエンドになるんですよ。面白いでしょ。面白いんですよ。もう、人、こうやって選択肢をやった時点で、もう完全に他の主人公たちも、運命が変わってしまうんですよ。まずゴミ捨てるか、
で、ここに飛べるようになるね。で、何事だですよ。これね、このチャート選べるのすごい楽。で、何やら物騒な雰囲気がする。話しかけて事情でも聞いてみようか。何やら物騒な雰囲気がする。話しかけて事情でも聞いてみようか。そう思った時だった。今度はくたびれた背広姿の中年男性がゆっくりと近づいてきた。あ、さっきの杖ついた人か？足が悪いのだろうか。杖を使って歩いている。杖の男が、懐に手を入れた。そこから取り出されたものに、町は自分の目を疑った。拳銃？拳銃。あ、すげえ。コルトディテクティブスペシャル。コルト社が1927年に発売した38口径リボルバー、獅子花、スナブノーズと呼ばれる短い銃身が特徴。ディテクティブ、刑事、スペシャルという名の通り、刑事や麻薬取締官などが護身用で持つことが多い。そんな名称あった。と、そこへ突然若い男が走ってきた。それを見て杖の男はくるりとキビスを返し、雑踏の中へ消えていく。よくわからないが、やけに胸が騒いだ。なんだ、何かが起こってるのか。男は険しい形相で女の子に向かって走ってくる。とっさにアチの体が動いた。うわっ、思いっきりジャンプすると男に飛び蹴りをはらった。ちょ、まっとっとこう。なんだお前は。男はすぐさま体勢を立て直し、あっちに迫ってきた。そっちこそ何もんだよ。あっちと男が交差点のど真ん中で睨み合いを始めた。で、話せよ。そっちが先に話せ。お前が話したらな。お前が先だ。お前って言う。お前もお前って言うな。どちらも全く譲ろうとしない。そんな二人を遠巻きに周囲の通行人たちが怪訝そうな顔で見ていた。やべえ。ドン引きしてる。なんでこんなことしたんだ、ほら。すぐにカッと頭に血が昇ってしまうのは悪い癖だ。急に熱が冷め、アチは抵抗するのをやめた。男もそれ以上いい、これなんだ、いい、これなんていうの、いい寄ってくる、いい募ってくる、ありがとう、いい募ってくることをなく、アチのジャケットから手を離した。男はハチ公像に近づいていき、がっくりと膝をついた。さっきまでいた女の子はもういない。もしかしたらさっきの女の子と待ち合わせをしていたのだろうか。男のただならぬ落胆ぶりを見て、そう思ったアチは少し申し訳ない気持ちになった。そのまま男に気づかれないように、アチはその場から立ち去った。ああ、歩いてきたばかりの道を戻る。出鼻をくじかえたような気がして、もう日課のゴミ拾いをする気分ではなくなってしまった。ああ、漫画でも読んで寝るか。アチは、今日一日をそうやって潰すことに決めた。あ、そういうこと。あ、そう。ような男と口論になる。
突然女の子に向かって走ってきた若い男かっこ可能口論になり、アチのテンションはすっかり下がってしまった。それもこれも可能がここに現れたからである。可能がスクランブル交差点に戻ってこないようにするためにはどうすればいいだろうか。可能の物語を読み進めればその手がかりを見つけることができる。わかった。さっき俺がどっち行ってもバットだねみたいな話したわ。